今日はマツダロードスターで出発。オープンカーの時はまずは日焼け対策をしっかりして、よいしょちょっと、これは日焼け止めスプレーね。よし出発。よし、オッケー、オッケー。はい、行きまーす。行ってきまーす。この国道134号、左には三浦海岸、海が広がってます。やっぱオープンは海沿いを走らないとね。お、ポルシェ、彼らが到着。海風を浴びながらどこへ向かっているかというと、ちょっと私初めての経験をしたいなと思って、ずっと国道134号線をまっすぐ左手に海を見ながら行ってきます。よかった、晴れて。午後からちょっと天気が崩れてきそうだから、この時間がドライブタイム。わー、見てください、海が綺麗。風もそんなに強くないから穏やかなドライブ日和です。横須賀市から三浦シティに突入。発信のレスポンスが良すぎて超気持ちいいビーチも綺麗。あ、ありました、ありました、見えてきました。これはどっちでしょうか。行けるか、こっちかな。曲がります。そしてさらに曲がります。はい、マクドナルドでございます。私はオープンカーでドライブスルーをしてみたかったんですよ。はい、見切りもいいし、車幅の確認もすごくしやすいです。どこだこれ、注文はこちら。わーい、ドライブスルーマックだ。そこを気をつけ、こちら。いらっしゃいませ。こんにちは、マックシェイクのバニラの S サイズと、はい、とフライドポテトの M サイズを一つください。はい、以上で。お願いします。あ、大丈夫です。はい、こちら2点です。はい、はい。支払いはこちら。イエーイ、楽しいで。こんにちは。はい。はい。マイケル。はい、500円から。大丈夫です。はい、どうも。はい。よし。あー、海風が気持ちいい。
いい赤だわ。ちょっと素敵じゃない？まあいかんせん荷物は置けないんだけど、ドリンクホルダーここにつけてもらってるので、隣に人が乗ってなければ来るの、カバンを置けるし。次です、次です。こんにちは。はい、あとポテト、ポテト来ました。はい、どうも。いい香り、やった、ゲット。じゃあどっかに車を止めて食べよっと。来てる、来てない、よいしょ。これはまっすぐ右かな、こっちかな。さあ皆さんにも海が見えていますでしょうか。最高のロケーションだわ。本当松田さんのこの赤って綺麗、いい色ですよね。テンション上がる。そしていい匂いがしちゃってる。オープンだと匂いがこもらないからいいね。でまたこの食べ方がね、ずっとやってみたかった食べ方があるので、ちょっと海岸沿いに車を止めて食べたいと思います。はい、まあなんて運転しやすいのか。気持ちいい。だからお父さんたちはロードスターかっこよくて即買いしたくなる気持ちもよくわかるが、ちゃんと買う前には奥様に一言告げましょう。そうじゃないと喧嘩の原因になりますからね。ましてや奥さんが運転できないマニュアル車を買ってきてしまった時には、そりゃもう大変。あー、オートマでも楽しいな。そりゃマニュアルの運転が楽しいのはよくわかるがね、ちゃんと話し合いをしてからマイカーを買いましょう。あー、オープンはやっぱりこういう海沿いを走らなければいけませんね。なんて見切りが良くて走りやすい車なんでしょうか。ナイスです。お、鯉のぼりだ。もうすぐゴールデンウィーク、そして子供の日があります。あー、気持ちいい風だよ。そしてポテトのいい香りがしてます。シェイクが溶けちゃう前にたどり着けるかな。ちょっとこのオープンの気持ちよさを知ってしまったら、オープンじゃない車乗った時は上開かないのかななんて思っちゃったりしそうだ。おっとっと、気持ちいい。オープンカードライブは気持ちいいな。このロードスター心地よすぎる。ペンだ。私はね、ドライブの時は BGM はそんなかけないのだ。エンジンサウンドが BGM。 うわー、開けました。やっほーい。もうすでに曇ってきた。まずいぞ、これ雨が降る前に帰らないと。
びしょびしょになっちゃう。何なんだもの走りやすい車は。長時間ドライブでも疲れないだろうな。あ、車屋さんかな。なんかかっちょいい BM が止まってます。アイドリングかかった。ナイスドライブフィーリング。もうちょっとで着く。大丈夫かい。溶けないでね。あったかいから溶けてきちゃったかな。おいしょ。なんだロードスターって男性的な車かと思ったら全然女性も楽しめる車じゃないかかな。はい、ここです。じゃあ、はい、ダンサー、はい、シュ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 っとマイクか押して、スムーズスムーズ、よし、オッケー、到着。そしてやりたい食べ方があるんです。熱くなってきちゃった。なんかエンジンオフ。いただきます。うん、あ、美味しい。久しぶりのマックシェイクだ。美味しい。そしてポテト M サイズにしちゃった。うん、うん、今日はこれだけじゃないの。ここにポテトをディップ。うん、アメリカ人がよくやってて、甘いとしょっぱいでエンドレスになるから。そして超高カロリー。うん、美味しいけど私は別々がいいや。うん、シェイク美味しい。海風と波の音とマックとロードスター。付き合ってる彼氏の車でドリンクをこぼしてごらんっていう実験があって、そのドリンクを自分の車にこぼされた時にどんな反応をするかっていうので彼氏を見極めろって言うの。皆さんはどうですか。自分のマイカー愛車にドリンクを大好きな彼女にこぼされたら怒りを我慢できますか。雲行きが怪しいから30分ぐらいのドライブになっちゃったけど、2時間でも3時間でも運転したくなる。こちらディーペペシーさん、おすすめはスパイスにこだわったカレー、そしてサラダ、おしゃれサラダが揃っています。カウンターの目の前には海が広がっていて、この景色を眺めながらお食事を楽しむことができます。そしてなんとこのお店、ワンちゃんと一緒で OK なお店なんです。店内はアメリカのダイナーのような作り、そしてテラス席がございます。
BGM は波の音、素敵な空間が広がっています。こちらでお食事をしながら気持ちのいい海風を浴びて、この日はとても天気が良くて気持ちよかったです。